門前生態水道部です。今からね、お尻の授業をやっていこうと思います。で、お尻なんで、タオルがない方が分かりやすいと思うので、これでやっていきます。で、お尻なんですが、お尻ってここにあるんですけども、大殿筋、大殿筋、中殿筋、小殿筋、梨状筋っていうところがあるんですが、うちのメインのやり方としては、これもうちょっと近づけようか。お尻をここを押さえるときというのは足を曲げてこういうふうにします。で、ここでここに大腿骨というここの骨があります。で、ここの横でケツの穴の近くギリギリ、このギリギリのここのポイントを指で緩めるとめちゃめちゃ痛いよね。ここここを肘でこういうふうに押さえて体重を乗せていきます。あ、久しぶりに受けたなここのかかと、肘でここの大腿骨のこの付け根ともうケツの穴の近くでね、ギリギリのポイント、ここを斜め45度こっち側方向、わかる？聞いてわかるこの角度で入れたら、あとはもうここを逃がさないようにしてずっと体重をかけていくだけここをずっと押さえます。うちはなんでかって言ったら、大腿骨の付け根って、ね、常にこう椅子に押さえつけられているから疲れがめちゃめちゃ溜まりやすい場所なんです。だからここをしっかり緩めるんです。ここで、あと人はこっち側の方も疲れるところがあるから、ここも動きながら肘で、お尻っていうのは、斜めこういう風な、平面ではなくてこうなってるから、ここを平面としてここに斜め45度内側に入れていく、内側これがちょっと下になったらほら効かないでしょ、同じ力、これが内側効くでしょで、さらにもう内側にここに体重をこう力を、力ベクトルこういう方向ね、ここの ここはちょっとこう力のベクトルの方向、こうこう、それがうまいこと決まると力抜けよ力抜けよ自分では全然いいです全然自然と入る自然と入る斜め45度でここで入れます。これ入れると超絶で痛いで、ここも緩める、これが門前生態のやり方。あとね、ここの部分ね、結構ね細くなってるので上に乗って指でこうやって緩めます。指でね、指でしていきます。体重のかけ方は分かるかな、これで見えると思います。ああ必死に耐えてくれてるね反対側もちょっとやっとくね。反対側のお尻をピンポイントでここ、この角度、内に入れ込む感じ、これが下になるとこう力がこうなっちゃうと全然効かない。でも力をこう入れるとめちゃめちゃ効くこれで、ここのポイントを押さえた後、あとこのケツのこっち側ね、こことかここを押さえていきます。で、これがある程度緩んだら指で、だいたいね、ある程度ってね、5分から10分ぐらい全力でします、うちは。指をお尻のここのピンポイント、ここを緩めていきます。じゃあ、横向きもやろう。どっとこう。で、これね、見にくいかもしれないけど、横向きをするときに絶対重要視しなきゃいけない。もうちょっと前。ここの角度。ここの角度がこうなったらダメだし、これが、ここに置いとかなきゃいけない。この状態で足首を固定してここを押さえます。ここあとここねもうこういうの知ってるから嫌そうなんかこうで、これを真下に入れるのね。こうね、あれ、カメラ逆の方がいいんちゃいます。あ、そうだ、ね、逆の方が分かりやすいかな。じゃあと思いますけどね。じゃあ逆で。
こっちからの方が分かりやすいんじゃない？あ、まあ、これで取って、これで取って、はい、ここから行くと力を真下ね、真下に、こうやって真下に行きます。よいしょ、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 みたいな感じで、ここも硬いところがあるので腕を変えてこっち、ここはね斜め4度こっち側ね。わあ、痛そう。でなおかつここの前の場所。ここもこういう風な力を入れていきます。よいしょ。角度の位置変えて。体をこう、ここしっかり立てることね。立てることで、ここ。これ軽く触れるだけ。こう。これでもう絶対逃がさない。あとここ。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 で横からはここね。じゃあ反対側もやろう。一応よいしょ、はい、こうして角度をちゃんとつけてこの状態にしてここ、ここ、ここ真上から真下にここを押さえるね。でここの場合はこう、こう、あとここはこう。何力入れて逃げようとしてんだよ。ここ、ここ、みたいな感じ。あと後ろ側からもと、前からも取ってくる。前が分からない。上からと。変に近いです。よし、行こう。上から取ったら俺おしまいだ。横からだったらこっちからも分かるけど、こうしてこの状態で上から下にグイッとグイッといきます。グイッと。で反対側も腕を変えてグイッと。で前側もここグイッとグイッとグイッと。というのが悶絶整体のお尻の押さえ方。これがね、やっぱりね、一番難しいんです。というのが悶絶整体のね、あのお尻の押さえ方です。マスターありがとう。はい。めちゃめちゃやっぱり痛いんです。だからね、これをあの自分のものにできたら超絶ね、腰痛とかね、ガチ効くようになりますから、ぜひこれの動画を見てね、参考にしてみてください。以上、悶絶整体ミスノブでした。